はい、山口さん、ありがとうございます。またこのような機会を与えていただきまして、関係各先生に厚く御礼申し上げます。この時間になると僕、毎日インターネットをチェックして何人かかってるのかなって見ちゃうんですけども、今日またなんか増えてて、東京はちょっとブルー入ってるんですけど、まずは2人の先生の素晴らしいお話を聞いて、少し心が和んでるところです。それで、私がうちの教室、有機合成化学教室っていうんですけれども、どういう有機合成がやりたいかということを考えて、こういうことをやりたいなと思ってます。それで有機合成化学、もともとは分子を合成するわけですけれども、その先にある分子を元にしたより良い人生っていうのまで、これまさに有機合成化学じゃないかなというふうに私は考えておりまして、こういう問題にうちのラボでは取り組んでいきたいというふうに思ってます。私たちが生きてるっていうのは、これは化学の反応、分子と反応ですね、分子と反応がこの中でネットワークとして動いていて、ちょっとえげつない言葉を使うとハイブリッド触媒として動いていて、僕らはフラスコなわけです。そこにリエージェントと触媒を入れることで、こういった有機合成化学が達成できないかなというのがうちの大命題です。で、じゃあそういうのをどうやってやるかということなんですけれども、これは皆さんご存知の通りセントラルドグマです。 DNA から RNA ができて、プロテインができる。だけども実際は世の中はこんな簡単ではなくて、その下の層ですね、一つ下の層に、反応の層があります。これ DNA から RNA、 タンパク質っていうのはこれ分子の層と言えると思いますけど、その下に反応の層があります。DNA は反応によって構造変換されて、転写がの制御が行われる。反応によって構造が変化して、翻訳の制御が行われている。タンパク質に翻訳された後もそこで、機能を生み出すためには、その構造が変化する化学反応によって、その最適な構造というのが生まれてくるということで、生きてる生物っていうのはなんかいろんなレイヤーがあると思うんですけれども、まずは分子、それから反応、分子と反応と、このレイヤーに注目して、その反応をなんとかしてやろうというのが私たちのストラテジーです。それで今薬の分野ではなんかドラッカブルなものが少なくなってきたとか、いろいろなんか景気の悪い話があるんですけれども、そんなことはないぞということを言いたいと思います。今までの薬っていうのは、この基本的に分子の層を操作してました。例えば、生体内の生理的な情報伝達物質がタンパク質リセプター等に、結合して、ポケットの中に結合して、それで、特異的なレスポンスを示す。これが生体内の反応であると。で、これが例えば過剰に悪いことをしちゃったりするときには、この生体内の伝達物質に似たような形の薬を入れてやって、それでタンパク質を騙してですね、それで、この機能を阻害するという形で、これ非常に単純化した言い方ですけれども、今までの低分子薬はこういうコンセプトからできているというふうに考えられます。これはあくまでも分子の層をターゲットとしたものです。一方で、我々、化学の触媒を使って物質の構造を変化させるということができるわけで、それをフラスコの中から、生き物というフラスコの中に拡張をしていくことによって、ちょっとなんか限界があるとか言われている創薬の分野をブレイクしていけたらいいなというのが私たちの考え方です。でこういうことができれば、例えば、何か悪いことをしてしまうタンパク質を化学の触媒の力によってぶっ壊すことによっ
って、その毒性をなくしたり、あるいは、まあ、あの壊す方が合成より簡単なんですけど、合成する、何か天然とは違うスーパーナチュラルな構造変換を入れていく、これは化学の触媒だったらできるわけですね。そういった合成的なポストトランスレーショナルモディフィケーションによって、スーパーナチュラルなタンパク質を使っていくというようなことまで触媒の力でできるんじゃないかな、新しい、考え方でできるんじゃないかなということを目指して研究を行っています。これがあの私たちの、はい、少しノイズが大きいようなんで、あ、そうですか。少しちょっとだけ 大きめで喋ってもらってもいいですか。分かりました。すいません。これでどうでしょう。喋ってるつもりなんですけども、じゃあまた何かあったら言ってください。すいません。はい。それで今日お話したいのは、このデグラデーションについて、お話ししたいと思います。で、我々化学反応ですので、どういう化学反応をターゲットとしているかというのをまとめたのが、このスライドです。私たちの基質はアミロイド β と呼ばれる、大体まあ40残基くらいのペプチドになります。ここに触媒と、まあ、リエージェントとしては、あの酸素、空気中の酸素を使って、光をエネルギー源として反応させることによって、このアミロイド β を構造変化していく、こういった反応開発がまず元になります。で、これが、あの、まあ、これ、官能基変換ですので、フラスコの中であれば、あの、比較的単純なんですけれども、この問題設定のどこが難しいかというと、いろいろごた混ぜの生命の中で、こういった化学反応を選択的に、この嫌なタンパク質だけに対して進行させていく必要があるということで、その選択性を出すところが、あの一つ難しいところというふうに考えています。で、一方で、こういった反応が実現できれば、こういった人工的な化学反応を体の中に入れることによって、まあ、この生体というフラスコの中でこの人工の反応を進行させて、機能を導き出していくことができないかなということが、あの今日のトピックスになります。それでターゲットはアルツハイマーディジーズです。今回のコロナもそうなんですけれども、薬がない病気っていうのは、やっぱり非常に恐ろしいなというのを再実感しているところです。で、まあ、このアルツハイマー病っていうのも薬はな、まあ、抜本、根治ができるような薬は存在しない病気です。で、それがどうやって発生するか、これも、一番単純な説ですけれども、アミロイド β っていうのが細胞の外側にプロテオリスによって切り出されてきて、このアミロイド β のモノマー自体はそれほど機能はないんですけれども、これが長い時間かけることによって、凝集して、このオリゴマーとかフィブリルが神経細胞を殺す毒性を持ってしまうというのが、まあ、アミロイド仮説と呼ばれるこの病気の一つの仮説です。これ非常に単純化されている仮説で、こんなに簡単なものではないんですけれども、これをもとにいろいろな創薬が今起こっています。で、例えば Aβ をこの切り出しを抑えるような薬、あるいは Aβ が出てきたときに、それを、まあ、抗体によってこれをクリアランスを促進するような薬、あるいはこれはまあ毒性がなくて、これが毒性があるので、この凝集の過程を阻害する薬というような、いろんな処置がされていて、まあ最近若干もしかしたらという光が見えてきているところでもあります。だからこの仮説は全く間違いではないであろう可能性があるということです。で、この場に対して私たちの考え方は、ここに化学の触媒の力を入れてやって、人工的な
代謝の経路を体の中に入れてやれば、まあ、それが一つの創薬戦略にならないかなということを考えました。それで2014年に発表したこれ第一世代の触媒ですけれども、フラビンという光触媒をこれ私たちのラボで見つけてきた Aβ に対するリガンドと考えられているペプチド D アミノ酸からなるペプチドですけれども、このリガンドダイレクティというのはフラビンキャタリストによってこのアミロイド β の光酸素化反応が非常にきれいに進行するということが分かりました。それで、このタンパク質凝集過程っていうのは一般的にこうハイドロフォービックなインタラクションで起こります。一方でこの酸素を入れる酸素化反応っていうのはハイドロフィリックな酸素をこう入れていくので、この酸素化されたアミロイド β っていうのは凝集過程がなくなるというふうにもともと予想しておりました。で、結果としてその予想は正しくて、これ分子が浸水性を帯びてくるわけですので、この凝集過程が抑えられるということが予想通りこの化学反応によって実施できることが分かりました。で、予想できなかったことは、このプロダクトですね、化学反応のプロダクトがネイティブな Aβ の凝集阻害を起こす、つまり毒として働きうる分子からこの化学反応、人工的な化学反応を行うことによって薬になるかもしれない分子を作ることができる、このデュアルな働きがこの人工的な化学反応にはあるということが分かりました。これが2014年の段階です。で、ここから選択性の問題になります。今触媒、このフラビンの触媒は触媒開発したとはあまりケミストとしては言えなくて、世の中にある触媒、光触媒に、リガンドを見つけてきたという形で、そのリガンドダイレクトによって、ターゲットであるアミロイド β を選択的にゴタマゼの中で酸素化しようという戦略です。しかしながらこのリガンドダイレクトのアプローチは特にアミロイド β のような特定の3次元構造を取らない標的タンパク質に対してはあまり有効ではありません。つまりリガンドのターゲットに対する選択性というのがそれほどきちっとしてないわけで、生命維持に必須になるオフターゲットのタンパク質とターゲットであるアミロイド β の選択性というのはリガンドの選択性だけに依存するので、これはあまり第一世代の触媒は選択的ではないであろうということが考えられます。そこで第二世代としてよりスマートな触媒を考えました。それは触媒の活性がターゲットである凝集した Aβ が存在しないときにはオフになっている、これは光が当たっててもオフになっているのに対し、ターゲットだけこの触媒の活性がオンになるというようなターゲットをセンスして感知して触媒が活性化できるような戦略というのはできないだろうかというのが選択性を上げる上で重要ではないかなと考えて、そういった第2世代の触媒の開発に取り組みました。で、ヒントとなりますのはターゲットである凝集したアミロイドを認識して光るという蛍光プローブが知られています。これは生物系の方々はルーチンで使っている蛍光プローブで超フラビン T と言います。エレクトロンドナーとエレクトロンアセプターがこの単結合でつながっている。それでターゲットとなる凝集した Aβ がないときにはこの自由結合がぐるぐる自由に回転しますので、要は出てエネルギーを吸ってもこの結合が回転してしまって、この、蛍光を発しない。すいません、今追い先がマイクを持ってきてくれたんでマイクをしますね。ありがとう。どうでしょう、よくなりました。大丈夫です。大丈夫ですか、すみません。
どこまで行ったんだ。そうですね。ターゲットがないときは、これがぐるぐる回ってしまって、結構走ない。一方で、標的となる毒性のある凝集したアミロイド β が存在するときには、この分子がアミロイド β に結合して、そうすると、この結合の回転、ボンドの回転が、阻害されることで、こちら側のパスウェイがなくなって、傾向として、エネルギーが、放出されるというようなメカニズムでターゲットをセンスする傾向プローブです。このセンシングのメカニズムを使って光触媒を作ろうというのが第二世代のポイントです。すなわち、この冷気一重光から三重光に移すようなインターシステムクロッシング、交換交差の過程をこの分子を元に入れてやれば、こちらのパスウェイによってアミロイド β が凝集したものがあるときだけこちらのパスウェイが動いて火星種である一重光酸素が出るだろうという分子設計で行うことにしました。最終的にできた第2世代の光触媒はこの分子で交換交差を促進するために重原子を入れています。それから元の蛍光プローブは400ナノメートルくらい、まあ、UV に近いレンジの光を吸って蛍光を発するんですけれども、この400ナノメートルは若干細胞に対する毒性がありましたので、より超波長を吸えるように、ドナー性の高いジュロリジン、ジメチャンリンをジュロリジンに変えたものを作りました。で、この第2世代の触媒を用いると、ちゃんと超波長化して、まあ、細胞毒性の少ない、500ナノメートルくらいの光を吸って、こういう光、酸素化活性ですけれども、ちゃんと酸素化活性も出てくるということが分かってきました。で、これがちゃんとスイッチを持ってるかどうかっていうのを、いろいろな研究、理論計算を含めて、いろいろな面から探ったんですけれども、実験科学者としては一番分かりやすいのはこのスライドで示すものです。基質となるアミロイド β の凝集状態をプレインキュベーションの時間を変えることで変えています。それによってその酸素化活性への影響を調べたところ、第二世代の触媒は酸素化活性がだんだん増えていく、凝集状態が進むにつれて酸素化活性が増えていく。一方で第一世代のスイッチの入ってない触媒はそれが減っていくと、多分立体障害によってこれ近づけにくくなってるんだと思いますけれども、そういうことからこの対照的な触媒活性のディペンデンスによってこの第二世代の触媒はスイッチが入ってるんじゃないかなということを考えております。でこのようにターゲットをセンスする機能を触媒に持たせることによって標的選択性が非常に上がるということが分かりました。この第2世代の触媒の活性を見たのが緑のバーなんですけれども、アミロイド β が 70% くらいの周率で、酸素化されます。それと同じ条件で、一方で、これ第一世代の2014年の触媒ですけれども、スイッチの入ってない触媒です。これはアミロイド β が 60% 周率くらいで酸素化されるところを、他のオフターゲットもほぼ同じくらい酸素化されちゃうことがあるということで、これ第一世代はリガンドによってこの標的に触媒を近づけてやろうというデザインだったんですけれども、それは実はあまり選択性がないですよということで、こういったスイッチの入った触媒によって初めてターゲットの選択性が出てくることが分かりました。このくらい選択性が上がってきますと、生きた細胞存在下でこの人工の化学反応を行うことができます。標的としてはアミロイド β をまあ、生きた細胞の中なんで、いろんな分子がある中で、しかもその生命に対して重要な働きを果たしている分子がある中で、アミロイド β だけがこのスイッチによって凝集したアミロイド β だけが酸素化できるんじゃないかなという予想です。
その時にプロダクトの構造を決めますと、必須人のこの位置が、この CH が CO に変わるような構造をが出ているということが分かりました。これ、マスの情報です。一方で、これ、有機合成化学の人は、これ、なんか変だなと思うと思いますけれども、実際は、例えば、隣のリジンの分子がこういうところにアタックして、何分子かのアミロイド β がクロスリンクしたようなものが実際のプロダクトになるということも分かっています。で、この生きた細胞存在下でのこの化学反応の影響はどうかということを見たのがこのテーブルになります。まずアミロイド β だけが存在していて触媒のトリートメントがない状態がこのバーです。細胞 100% 生きているところが 40% しか生きてないということで、この 60% は凝集した Aβ の毒性によって、死んでいるということになります。一方でアミロイド β がなくて触媒と光を当てただけ、バックグラウンドの毒性はどうかということを見てます。でこの時は触媒のスイッチがオンになってない状態です。アミロイド β が入っていない。そうしますと、細胞毒性はほとんどないということで、これは触媒がオンになってないからであると。で、最後にアミロイド β 存在下で触媒があるときにどうなるかというと、細胞が 40% しか生きてなかったのが 70% くらいまで生存率が上がってくるということで、この 30% の増加ですね、これは生きた細胞存在下でのこの化学反応の効果であるということが示唆されました。こういった化学反応がどういうアミロイドに構造的な変化を示すのかということが最近になって、これスペインのクリスナ・フローリス、マドリードの先生ですけれども、分析科学者との共同研究で明らかになってきました。やっぱり見えるっていうことはすごく分かりやすいことで、この写真だけでもたくさんの情報があるんですけれども、時間の関係でかいつまんでお話しします。で、彼女の技術を使うと、アミロイドの太さですね、太さを色分けすることができます。で、この凝集したアミロイドのフィブリンに対して、我々の触媒で反応をやるとどうなるか。で、これ太いところです。青いフィブリルはもうほとんど粉々に切れてます。で、一方で、この赤いフィブリル、これは細いフィブリンですけども、それは残っているということで、このアミロイドの凝集状態によって触媒の活性が変わってきているということがまず分かります。それからもう一つ面白いのは、そのアミロイドの周期性によって触媒の活性が変わるということが分かっています。例えばこの位置を見てもらうと、緑色、中間くらいの太さで、しかもベタっとした緑色なんで、これ均一な、ほぼ均一なフィブリルになってます。で、そこはもう粉々に壊れます。で、一方で、ここ見ていただくと、これ、緑、赤と交代交代になってると思いますけども、これはヘリカルな構造を示しているそうです。で、こういったヘリカルな構造に私たちの触媒を、規則性のある構造ですね。そこに私たちの触媒の光酸素化をしても切れないということで、この繊維の工事構造によっても触媒の効き方が変わるということをイメージから見えてきたというのが最近の非常に私としては興奮したところです。なんかインターネットが不安定と出ますけれども、聞こえてますでしょうか。大丈夫、山口さん聞こえてる？大丈夫です。大丈夫、ありがとうございます。やばかったですけどやばかったはい、でも今は大丈夫です。今大丈夫はい。それで、ここまでで、アミロイド β が酸素化できて
まあ、それがスイッチを入れることによって標的がということが分かってきました。でこの辺まで、行って、まあ、なんかリサーチプロポーザルすると、まあ、アカデミックな遊びですね、ですよね。で、まあ、次として、ビボ、実際に動物の中でこういうことができるのかということに取り組むことにしました。その時に一つ重要なことは光の透過性です。この第2世代、スイッチがあるっていうのはいいことなんですけれども、これは500ナノメートルくらい、まあ、可視光ですかね、で、冷気されます。で一方で、この例えば頭蓋骨の外から光を当てて、その海馬にある A ベータを酸素化していくというような時には、まあ、少なくともこの近赤外くらいのところで活性化できる光酸素化触媒が必要になってきます。でここヘモグロビンの吸収がない低いところなんで、ここが組織透過性の低い、光のレンジだというふうに言われています。でそこを目指すために構造をガラッと変えまして、これはクルクミン、カレー粉ですね、カレー粉がアルツハイマー病に効くなんていう話が ありますけれども、その クルクミンの構造をもとにした超波長冷却が可能な第3世代の触媒を開発しています。でこれ、ここにスイッチが入っていて、充電子があって、交換交差を促進している。で、ドナーアクセプター型の光酸素化触媒で、このアクセプターのところに少し私たちのオリジナリティが入っています。これは国信先生、旧大にいらっしゃいます国信先生がうちのラボにいたときに、ガン窒素方向管のフルオロアルキル化反応っていうのをやって、くれてまして、その時にこの類酸、BF2CF3 っていうのが非常に面白い性質を持つということを反応開発の方で、見つけてきてくれました。これ類酸類腺機のコンプレックスですけれども、これシリカゲルのカラムに通るくらい安定なもので、しかもものによってはすごく光るんですね。でそういった面白い性質が反応開発の中から見つかってきて、それをこちらに拝借したと。この触媒のドナーアクセプターのアクセプター型、強力な電子吸引で、しかも安定である、しかも SP3 性があるので、平面性が減っているというような良いプロパティを持っていて、それがこの分子の設計の大元になっているところです。で結果だけをお示ししますけれども、第2世代のスイッチがある触媒と第3世代の超波長冷却が可能である触媒を使って、ちょっとこれ痛々しいですけど、マウスの皮膚の下に、Aβ を入れたちっちゃいガラスチューブを埋め込んで手術してます。でそこに対して光を当てて、マウスの外にある Aβ とマウスの皮膚の下にある Aβ とどのくらい酸素化がいってるかなということを調べた実験です。そうすると第2世代の触媒は組織透過性の低い光で冷気さしか冷気されないので、外に比べて内側は 10% くらいしか酸素化がいかないんですけれども、こちらの第3世代の超波長冷気が可能なものは 60% が可能になるということで、この強薬を伸ばした効果っていうのがきちっと出てるということが分かります。でいよいよその個体、生きた個体の中に入っていくわけですけれども、この時に、オプトジェネティクスの光ファイバーを頭蓋骨にちっちゃな穴を開けて、光ファイバーで、赤いですね、LED を海馬の中から当ててます。でこう見てお分かりの通り、これ赤い光は脳を突き抜けて頭蓋骨も突き抜けて、マウスの場合ですけどね、焼酎みたいにこう明るく見えてます。だから最初次の段階としては外から当てて、光のを通すことが可能であろうということを示唆しています。この触媒をマウスの生きたマウスの脳の中に入れて、こうやって光を当てると、凝集したアミロイド β がコントロールに比べてきちっと減っている。これはマウスの脳をフラスコとして使って、この中の化学反応によって
凝集した Aβ、毒性のある Aβ を減らせているということを示しています。これは非常に嬉しい結果だったんですけれども、頭蓋骨にやっぱり穴を開けている、さらに光ファイバーを突っ込んでいるというところが一つ問題です。特にこの研究をやってくれた学生さんが、僕自身としてはこれ結構満足した結果だったんですけれども、脳を傷つけて、そこに中からしっかり当てて、それでいいんですかって学生さんから問題提起がありまして、それはやっぱり治療には使えないよねということで、次の学生がさらに触媒の進化を担当してくれました。これ構造を見せすることができないんですけれども、この新しい触媒を用いると、これを静脈から注射して、そうするとこの新しい触媒はブラッドブレインバリアを越えて脳の中に、ちゃんと分布して、それで光を外から当てる。これは分前バーナーで燃やしてるわけじゃなくて、これは非常に強力なんですけども、LED を当ててるところです。これ10分くらいやると、ちょっと火傷するらしいんですけども、このマウスはちゃんと生きてる。で、そういった化学反応を、3ヶ月例のマウスに対して1ヶ月から2ヶ月間、1週間に3回、これを繰り返すことによって、このマウスを頭蓋骨に穴を開けたりすることなく、マウスの脳の中のアミロイド β を減らすことができるということが最近分かっています。で、これケミストリーだけの実験をやっていると、この時間感覚っていうのがなかなか耐えきれないところがあって、この2ヶ月かとか1ヶ月、本当はもっと長いんですけれども、そういった時間のスパンで、しかも何回もトリートメントして、途中でマウスが死んじゃうときがあるんですね、やっぱり。そうすると、それもう一からやり直しに なるので、そういったものがなかなか大変なところなんですけど、新しい触媒を使うと、そういったバックグラウンドの毒性も出さずに、これだけの激しいトリートメントをしても、きちっとアミロイド β を減らすことができるということで、現在、投稿中です。それで、アミロイド β だけが行くんですかということですけれども、これ、基質はいろんなアミロイドに対して、適用することができます。特にアミロイドとタウ、Aβ とタウは2つアルツハイマー病に関係する凝集タンパクですけれども、触媒の構造を変えることによって、タウをきちっと酸素化して無毒化できるような触媒というのも開発しております。だから私たちの触媒を使うと、アミロイド β とタウの両方を、しかもこうトリートメントする時間を定めて、何ヶ月からアミロイドを減らして、じゃあ何ヶ月からタウを減らしましょうというようなことも将来的には可能になるんじゃないかなというふうに考えています。で、これがサイエンスの最後のスライドですけれども、よくこういう話をすると、抗生理学療法とは何が違うんですかということが言われることがありますので、その違いを示しておきたいと思います。PDT は同じように一重抗酸素とか活性酸素を出すんですけれども、細胞レベルですね、例えばがん細胞等の細胞レベルでめちゃくちゃにして、いろんなタンパク質を壊していって、悪い細胞を殺していくというような方法です。一方で私たちの触媒っていうのは、分子のレベルのレゾリューションを持って、一つの分子を他の分子を傷めることなく酸素化していけるというところがコンセプト的に違うところです。で、近いコンセプトとしては抗体にこういった線量ですね、光触媒を使って抗体のリガンドダイレクトによってターゲットを酸素化していくという仮法というのが知られています。あるいは東大薬学部の長野先生のグループでは、この抗体をスモールモレキュールにして、リガンドダイレクトでこのタンパク質レベルでのレゾリューションで壊していくということをすでに報告しています。一方で我々は、ちゃんとしたリガンドのない分子に対して、その4次構造を見分けて、
スイッチが入るような触媒で、壊していくというところが私たちの新規性だというふうに考えています。言ってみると、イブキチンプロテアソームシステム、これは細胞の中にあるシステム、タンパク質を分解するシステムですけれども、これに機能的に代替する、機能を代替するような細胞の外で働く触媒ができてきてるんじゃないかなというふうに言えると思います。それで今この辺まで言ってます。でアミロイド を減らすことによって、じゃあ本当にアルツハイマー病が治るのか、これは大きな問題ですけれども、いよいよここに侵襲性の低い方法で、チャレンジすることができるようになってきたんじゃないかなというふうに思っております。それで、本当に遊んでるだけじゃないかって言われるご批判を受けるときがあるんですけれども、嬉しいことに私には強い味方がいます。これ皆さんと同じで、去年のまだ写真で今年の集合写真はまだ撮れてないんですけれども、今日お話したアミロイドのデグラデーションは相馬先生のグループで行ったものです。彼とはもうかれこれ 10年の付き合いで、来年の4月から和歌山県立医大の新設の薬学部の教授として、昇進されることが決まった。それから途中でも出てきましたけれども、常駐して脳の中に移行して、アミロイドを壊していける触媒を作ってくれたのは長島君、彼ももう卒業してしまいました。それから今タウの方で頑張ってくれているのが沢崎君です。それから共同研究者にも恵まれています。生物系の動物等の実験は東大薬学部の富田先生のラボで行っていただいています。それからスペインのフロス先生にも心から感謝いたしたいと思います。じゃあ私からは以上です。でも途中なんかちょっとトラブったみたいですみません。金井先生ありがとうございました。まさに科学の力でその生態現象にアプローチしていて、まあ、僕も非常にそういうことをやりたいので大変参考になりました。ありがとうございます。ブラッドブレインバリアを通過するっていうのがすごいなって思って、まあ、そこのところでかなりYouTube のチャットもバババッと盛り上がってます。そうですね。これ、まさに科学のデザイン出せないのが、はい、辛いんですけども。それじゃあ、質問の方に、移りたいと思います。じゃあまず矢渕君お願いします。はい、ありがとうございました。僕からは大輔元木さんからいただいてた質問、まあ、他の方からもたくさんいただいて見た質問をいただいたんですが、開発された触媒の脳移行性、脳内での寿命、光エネルギーの供給方法、脳内での酸素の消費が生体に与える影響を教えていきたいですということです。脳内への光の供給方法っていうのは、提案されていたんですが、他にどういった方法があるのかっていうことであったり、あとは、動作するっていうことがあったんですけど、それ何回も、蓄積したしていかないのかとか、そういったところも答えていただきたいなと思います。すいません、何していくですか。最後のところがちょっと聞こえなかったんで、触媒をドースしていくっていう、マウスにドースしていく、はいはいはい、話があったと思うんですが、それは触媒は1回で効かないからドースしていくんだってとか、ということですね。月齢としてどのくらいの時からど入れていくかということでしょうか。はい、脳内での寿命ということですね。脳内での寿命、脳内での寿命はそんなに長くないと思います。おそらくそうですね、10分から1時間後くらいに、マックスになるということは調べておりまして、それでも透過率が1% いくかいかないかというところです。ただその移行率っていうのは生きた動物の中で脳の中でアミロイド斑を見るようなプローブと同じくらいですので、今のところはそのくらいでも十分っていうのかな、もちろん
多く通れば通った方がいいんですけれども、反応はいくレベルですし、アミロイドを検出できるレベルのドーズは脳の中に移行しているということになります。ここもともと打っている量は非常に多いです。はい、もう一点、脳内での酸素の消費が、その反応での酸素の消費が生体に与える影響について。そうですね、そうですね、老化等の原因が酸化ストレスと言われているので、これ表裏一体になるかなとも思っているんですけれども、この一重抗酸素の寿命というのが非常に短いんですね、水の中では。それでこの触媒っていうのは毒性本体の、アグリゲートしたアミロイドにくっついて、その局所的に一重抗酸素を出していくので、これはもう期待でしかないんですけれども、局所的に短寿命な一重抗酸素を出すということで、毒性は低い可能性があるんじゃないかなというふうに思っております。実際こんだけ徹底的なトリートメントをしても、このマウス自体は生きているので、生きてて意識障害があるかとかまでは分からないですけれども、少なくとも死ぬレベルの毒性は発揮してないことが分かっております。でちゃんと毒性のあるものはこう打って光当てると死ぬっていう触媒もありますので、新しい触媒は少なくともそういった毒性は、急性毒性はないことが分かってます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次は神田君。はい、ありがとうございました。最初の方に必須人選択的な酸化を見せていただいたと思うんですけど、必須人選択的に反応させるって結構難しいと思っていて、で、メチオニンも一緒に酸化されてたように思ったんですけど、あれの選択性のメッセージとかコメント言って、特にタイロシンがあるのにそれも酸化されてないのはすごい面白いなと思ったんですが。そうですね、いやもうおっしゃる通りで、ですね、これメッチオニンも酸化されてるとは言ってるんですけれども、もう9対1くらいでヒスチジンがヒスチジンメインの酸素化がいってます。これは一次抗酸素なんで、ディールサルダータイプの反応がいって、それで、いくのでかなというふうなことは考えてるんですけれども、一次抗酸素が出ても当然こっちが酸素化されることもありますので、ここからスペキュレーションですけれども、触媒が結合している位置がこのヒスチジンに近いところに結合しているのかなというふうに思っています。それはですね、なかなか確かめようがなくて、っていうのはその基質の凝集したアミロイド β の3次元構造、個体 NMR を使って、クライオンもあるのかな、出ていますけれども、なかなかそこに触媒がどうやってバインディングしているのかというところまでわからないので、言えないんですけれども、今後例えばこの触媒のフットプリントっていうんですけど、どこに足跡を残すかっていうのを反応で確かめていくというようなことも面白いテーマかなというふうに思ってます。ありがとうございました。はい、じゃあ最後は、宮田さん。はい、はい、宮田です。どうもありがとうございました。大変興味深い講演でした。スパッと光に関係する質問なんですけど、はい、なんか発光性の分子を中に入れてワンクッション置いて効率上げたりできないかとかいう質問があったりとか、あとアップコンバージョンとか二光子吸収っていう、ちょっとそういったテクニックを応用して可能性を広げるようなことができないかという質問があったので、そちらをはい、コメントいただけるとよろしいです。はい、おっしゃる通りで、そうですね、できれば、これ、治療につなげられればいいと思うので、できればあまり複雑じゃない方法がいい、例えば光ダイオードを頭に埋め込むとかいう、中から照らすっていうのもあり得るとは思うんですけれども、はい、そういうのじゃない方がいいと思っています。アップコンバージョンは
可能性はあると思っていて、ちょっと今手は待ってないんですけれども、ちゃんとこれアミロイドを減らして、認知機能に改善が見られるというようなことがあったら、その先で、より良い治療法ということで、考えていけないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、それでは、素晴らしい発表ありがとうございました。ありがとうございます。次の発表に行きたいと思います。